2016年4月1日から障害者差別解消法が施行されました。この法律では障害のある人の差別の解消に向け禁止事項や問題解決の仕組みについて定めています。今回のマチテレは障害者差別解消法についてご紹介します。障害者差別解消法では、障害のある人に対して不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供が求められています。不当な差別的取り扱いとは、障害があるという理由でスポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断られた、アパートを借りる際に障害があることを伝えたら貸すことができないと契約を断られた、など障害がある人に対して正当な理由なくサービスの提供を制限することです。一方、合理的配慮とは、障害のある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。それでは合理的配慮の提供について具体例を見てみましょう。目の不自由な方を誘導するときは、障害者の方が安全な位置になるよう横に立ち、腕を掴んでもらいます。そして障害者の方の歩幅に合わせて歩きます。止まるときなど次の行動に移る前に声をかけてください。耳の不自由な方に応対するときは、口の動きが見えるようマスクを外します。手話を使う場合は手話通訳者を手配します。手話通訳による対応が難しい場合は筆談で応対してください。お体の不自由な方の応対をするときは、支援が必要な部分をお手伝いします。例えば車椅子に乗った人に高い場所にあるものを取ってあげたり、ドアの開け閉めのお手伝いをします。その他、段差をなくしたりスペースを確保したりするなど、車椅子で通ることを想定した配慮が必要です。また内臓に障害のある方など、どんなお手伝いが必要か外見からは分かりにくい方もいます。お困りのことがないか直接聞いてみましょう。ヘルプカードをお持ちの場合は、必要な支援内容を書いてあることがあります。参考にしてください。知的障害や精神障害がある人の中には、複雑な事柄や状況の急な変化に弱い人がいます。応対するときは短めの言葉で優しく丁寧に話しかけてください。また人との関わりが難しい方もいます。不安を与えないよう穏やかに接してください。ご質問がございましたら、障害福祉課にお尋ねください。また、障害に関するご相談を障害者支援センターで受け付けています。どうぞご利用ください。